私は長年病院で看護師をやっているんですが、自分の当直の時はナースコールが他の人の倍になるんですね。そんなことで鳴らさないでくださいというようなことまで鳴らされるんですが、そのことは仕方ないとして、それに対してイライラしたり頭にきたりする自分がとても情けないんです。じゃあ、あなたはあなたの当直の夜だけナースコールが他の人の半分になってくれるのが嬉しいんですか、ということなんですね。あなたは志したんですよね。体の弱い人や病気の人のお世話をしてあげたいって。あなたはものすごく心の優しい人で、入院患者はあなたが当直の夜になるのを待ってるんじゃないですか。患者さんは他の人だと多分怖いんですよ。怒鳴ったり怒ったりイライラしたりして、それをたびたびされると、そういう人の当直の時にはちょっとボタンを押しにくくなるんですね。でもあなたの場合は本当に心の優しい人だから、みんながこぞってあなたを呼んで、あなたにやってもらいたいと思って押しているんですよね。だからあなたの時だけ必ず倍または倍以上になるんですよ。で、あなたがそれについて大変だ大変だって言っているんだったら、一つお聞きしますが、じゃあ、あなたはあなたが当直の夜にナースコールが半分になってほしいですか。半分になってほしくないです。もう解決しましたね。私が提案をしたのは見方を変えるということだけです。現象は何一つ変わってませんよね。でもあなたが大変だ大変だと思っているうちは大変なんだけれども、よく考えてみると実はものすごくありがたいことが起きていたんです。ありがたくてありがたくて涙が出るほどのことだったんですよね。それがわからなかっただけなんですよね。私の提案は物の見方を変えるということだけです。